ランナー飛び出していて山田が挟まれています。なかなかアウトにはなりませんが、あーっと判定アウト。ただ山田が今審判団戻りますね。ここでリクエストに今リプレイ検証を行うべく審判団が今一旦戻ります。ここですね、ここですね、ここで、ここね、声がかかって、こういうで、ここで、まずここ投げるじゃないですか、はい、ここ、山田避けるじゃないですか、はい、あれ当たっていいんですよ。ああ、この後のこのプレーが、ここはもうちょっとわからないんでね、ですね、あれですけど、あの、僕言いたかったのは、送球は当たっていいんで、はい、あの、避ける必要がないんで、セーフになろうと思ったら、当たるのはありですよってことが言いたかったんで。なるほど。ただセカンドに滑り込んだ、ここを避けて滑り込んだ後にアウトの宣告。これ普通ね、後ろから追っかけてきたら大体判定変わらずアウトのままリクエストは失敗ということになりまして3アウトになりました。ということになります。